どうもお疲れ様です。3月中にリップルが爆上げするということでね、お話ししてきて、私自身もリップルを大量購入したことを以前お知らせしました。それからこうやってね、定期的に最近は毎日のようにリップルのニュースをお届けしてるんですけども、今日はいかがだったでしょうか。3月29日朝4時50分の各所のアルトコインを見てみますと、ビットコインはね、ちょっとね、下落していって、イーサリアムもちょっと元気がない中、単独で XRP はぐんぐん伸びていて、もうすぐ70円になるっていうところですね。あと数時間したら70円突破するんじゃないですか。で、カルダノも、ついでにね、私もカルダノのファンなんで、こうやって並んでるのを見るとね、ちょっと安心する価格帯になってきたかなっていうところです。今日はリップルなんで、XRP を注目していきましょう。次のニュースです。こちらの方書いてますよね。ヘルプアップスタンド、XRP、リツイート&ライクと、その他書いてますけども、どんどんリツイートしてリップルが値上がりしていることを知らせていきましょうっていう流れは、こういうところにも出てるかなと思います。次のニュースです。これがですね、仮想通貨全体が下落している中、リップルのみが大きく上昇しております。数週間以内で、判決が出ると噂されていることが上昇の要因かと思います。私もそう思いますね。リップル社がそうとした場合、さらに大きく上昇する可能性があるので注目ですと。敗訴してもそんなにね、めちゃくちゃ悪いことにはならないと思いますけども、勝訴するとむちゃくちゃ価格が上がって400円とかを私はね、マークするんじゃないかなと勝手に感じてますけどもね、根拠はありません。ね、繰り返しますけども、暗号通貨にテクニカル的な根拠ってのは求められません。XRP のテクニカルでずっとね、7年間勝ち続けてきた私も思うんですけども、暗号通貨にテクニカルみたいな法則性ってのは全く見られないというところです。たまたまね、切り抜いて見られるところありますけども、全体に及ぼすテクニカルの、このね、法則ってのは、ほとんど当てにならないと言ってもいいのかなと思いますね。はい。で、この図がですね、ビットコインが、瀕死の渋滞で、こうやってね、付している中、XRP がお見舞いに来て、あとは任せろと言ってね、旅の装備をしているところですね。今まではね、BTC が、この暗号通貨というジャングルを旅してくれたんですけども、もうね、力尽きて倒れているところに、XRP がこれから俺に任せるという形でね、旅を引き継いでいく、みたいなドラマが見えるんですけども、意味はわかりません。で、最後の1枚見ていきます。はい。2016年のリップルが相当価格をつけた時と、2023年の形が似てるんじゃないかなっていうことで重ねてる図がここですよね。似てますかね似てなくもないかなというところでございます。ただ期待を持つのはいいことだと思います。こうやってね、明るいニュースを出すと、リップルが注目されて、じゃあ今のうちに乗っとこうかなっていう人が来てですね、で、買いが買いを呼ぶっていう状態になって、大きな上昇を作っていくものだと思います。ここ数日でもかなりの方がですね、リップルに対して資金を振り向けているところもありますし、さっきの図ではないんですけども、ビットコインから資金を抜いて、で、XRP に移しているっていうのも、多くの方がやってるところじゃないですか。日本の市場ではね、いちいち利確をする扱いになって、BTC から XRP に資金を振り替えると、そのために課税とかね、証明が必要になってくるんでめんどくさいんで、やらない人いますけども、世界的に見ると、仮想通貨同士の交換っていうのは、課税の対象になりませんのでね、すごく取引が柔軟で、多くの方にチャンスを呼び込んでるんではないかなと思います。はい、リップルね、買うなら今のうちじゃないですか。わかんないですけどね。はい。私はもう大量に購入した後で、こうやって値段が上がってるんで、あとはね、いつ利確をしようかなと思って、しめしめ、明週まで待ってるところでございます。それではまたニュース続きますので、お楽しみに。